はいどうもこんにちはこんばんは、じゅんと申す者です。今日も PTCGO の実況をやっていきたいと思います。今日使うデッキがこちら、ルカメタラフレシアになります。まず紹介したいカードがこのルカリオ&メルメタル GX、 HP260 の鋼タイプです。基本的に使っていく技が一番下のフルメタルウォール GX ですね。この在戦が終わるまで自分の鋼ポケモンが相手のポケモンから受ける技のダメージは全てマイナス30されると。追加でエネルギーが1個ついてるなら相手のバトルポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュすると。もともとこのデッキ攻撃するデッキではなくて、相手がライブラリーアウトまで待つかアンノーンハンドを決めるデッキなんですけど、このフルメタルウォール GX を打ってあげることによってこのルカリオ&メルメタルの耐久が上がります。それで相手の攻撃を受けて耐えていくと。相手が炎タイプじゃなかった場合は基本的にこのルカリオ&メルメタルを出してフルメタルウォール GX を打って耐えていくという動きになりますね。次に紹介したいカードがこのラフレシア、臭い花からの進化系で HP140 草タイプです。特性ニガニガ花粉を持っていて、このバトルポケモンがバトル場にいる限り相手の種ポケモンは技が使えないと。これ何が強いかっていうと、ダメージを受けないではなくて技を使えないんですよね。今の環境タッグチームがかなり多くて進化ポケモンが入ってないデッキがかなり多いんですよ。そのデッキに対してこのラフレシアを出してあげると、このラフレシア1匹だけで詰ますことができますね。相手は一生ラフレシアにダメージを与えることができずに山札切れになると。次に紹介するカードがこのフーバ、 HP120 のアークタイプです。特性バンデッドガードを持っていて、このポケモンは相手のポケモン GXEX から技のダメージや効果を受けないと。これは結構おなじみのカードですね。最近だと GXEX しか入っていないというデッキは少ないんですけれども、たまにそういうデッキと当たることもあるので、このフーパーを出してあげると詰ますことも多いですね。次に紹介したいカードがこのドータ君、ドーミラーからの進化系で HP130 鋼タイプです。特性耐熱を持っていて、このポケモンは相手の炎ポケモンからのダメージを受けないと。まあ、これは完全にレシリザーメタですね。レシリザーは基本的に炎タイプのポケモンしか攻撃するポケモンがいないので、まあ、これを出してあげることによって相手からの攻撃を受けないということもできます。であとはこのアンノーンハンド、相手の LO で勝つことも多いんですけど、まあ、相手が何らかの手段で山札を回復してくるデッキであった場合、まあ、このハンドで勝つこともありますね。基本的な動きとしては、相手のデッキに合わせて耐久するカード、フーバだったりラフレシアだったりドータ君だったりルカリオ&メルメタル GX だったりを出して、相手が山札切れをするまで耐えるか、こっちがアンノーンハンドを決めるまで耐えるか、相手のサイドが1枚とかになった場合はカウンターエネルギーとダブル無色エネルギーを何らかにつけて攻撃していくっていうタクもありますね。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手が雷ドラゴン超鋼と、おそらくレックウザ入りのピカゼクですかね。レックウザ入りのジラーチまで入っているピカゼクだと思うんですけれども、どうでしょう。これは高校ですね。ピカゼクだった場合、おそらくラフレシアを1匹出してあげれば勝てるはずなので、しっかりとラフレシアを出していきたいですね。ここはマリガンと。1ターン目はやっぱりダイゴの決断、最低でもマサキの解析あたりは打っていきたいですね。ダイゴの決断を打ってあげると、2ターン目にラフレシアを出せる可能性がかなり上がっていくので、謎の草スタートはできると。ここも1匹出しておきますか。はい、対戦よろしくお願いします。あっと違いましたね。これはウルトラネクロズマ系統のデッキですね。ウルトラネクロズマ系統のデッキに対しては、まあ、どう動いていくかなんですけど、一応ラフレシアが相手のカラマネロ以外から攻撃を受けることはありませんね。ラフレシアを立てていってもいいんですけど、まあ、その場合はちょっとラフレシアが3パンで落とされてしまうので、まあ、そこをどうケアしていくかになってきますね。相手のポケモンをロックして逃げれない状態にして勝つのがおそらくこの対面のセオリーなので、まあ、そうしていきたいんですけど、ルカメタに対してはこのウルネクが青天井の打点を出されてしまうのであまり意味がないなと。ここはダイゴの決断を打ちたかったんですけどないと、まあ、ここはじゃあマサキの解析かな。ダイゴとネストボールでも持ってきておきますか。これでエンディングをしていきましょう。これでターン終了。まあ、ラフレシアを出してあとは耐えていくだけなんですけど、一応カラマネロが3エネルギーつけないと攻撃できないっていうところも考えると、まあ、割と悪くないんですけど、3エネルギーで60ダメージ、ラフレシアの体力的には、2パンは耐えるんですけど、時はの森を持ってくると。これジラーチに対してもラナキナマウンテンをしっかりと立てて逃げ根を1多くしてエスケープボードだけでは逃げないようにしていきたいですね。次の動きはダイゴの決断からアメとラフレシアですねを持ってくるのが、まあ、妥当な動きだと思うんですけど、ここでもし謎の草が倒れてしまうようであれば謎の草まで出しておく必要がありますね。出してこないと
じゃあここはターンをもらっていきましょう。ドロー、時は使う必要ないんで、やることもないですね。第5の決断、このデッキかなり長考してしまうと時間制限が足りなくなるデッキなので、まあ、相手のターン中に何を動くかを考えていくことが割と大事にはなってくるデッキですね。ここはアメと、もう1枚は第5でいいのかな。第5の決断持っておきますか。これでターンを終了。ここは謎の草は倒れてしまっても問題はないので、まあ、あとはカラマネロについたエネルギーをどう除去していくかというか、そういう動きにはなってきますね。相手がちゃんと分かっている方であればカラマネロにエネルギーをつけてくると思うので、デデンネが入っていると、ギリギリポーションとかまで入っていればラフレッシュはかなり楽に戦えるんですけど、満タンの薬しか入っていないので、いざとなったらダブル無色とカウンターエネルギーをラフレッシュにつけて攻撃していくっていう択もありそうですね。ここのギラティナも問題はないと、まあ、ラフレシアを2匹立てるのも一向ですね、まあ、あとは、グラジオとか、グズマとかをしっかりと持ってきて、まあ、相手の動けないポケモンに入れ替えていきたいですね。持ってくるかとシローナ、まあ、サイドは、最悪、5枚まで取られても勝てるデッキなので、まあ、そこをちゃんと念頭に置いて、まあ、最初の何枚から取られてもいいんですよね。取られてしまった方がマチスの作戦とかカウンターキャッチャーを打つこともできるので、ギラティナにつけて、ここはギラティナにつけてきそうですね。カラマネロじゃなくてよかったですね。でもであれば、まあ、前の謎の草をラフレシアに進化していくっていう動きでいいのかなと。これギラティナ何が強いかっていうと、攻撃していくと自分にダメージを乗せることができて自害することができるんですよ。この自害っていうのが意外と強くて、そのギラティナについたエネルギーを一回リフレッシュするっていう動きにもなりますし、このギラティナがこのデッキに対してかなり強いカードですね。あとです、雨使ってラフレッシャーに進化するのが確定で、ここ謎の草を出しておくかが結構悩みどころですね。出しておきますか。謎の草を出しておいて、ここの第5の決断で、第5の決断プラス何かを持ってくる人があるんですけど、まあ、雨とラフレッシャーが確定だと雨がないですね。グラジオで持ってこれるんで、ここはもう1枚第5の決断と、ここが難しいんですけど、満タンですかね。満タンかラナキナなんですけど、ラナキナでもいいのかな。とりあえずラナキナマウンテン持ってきますか。これでターン終了。相手はカラマネロにエネルギーをつけないと攻撃することができない、攻撃が通らないので、一応裏の謎の草にグズマしてっていう動きもあるんですけど、ちゃんとつけてきましたね。偉いですね。他はおそらく自らにつけてくるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、2パンは耐えるので、まあ、そこだけですね問題は。ここはカウンターキャッチャーで裏のカラマネロ、攻撃できない方のカラマネロに入れ替えてもいいのかなと、まあ、そもそもギラティナ攻撃することができないんで、その自害するっていう動きは取れないですね。おそらく相手入ってるエネルギーが蝶が7枚と鋼が3枚、ビーストエネルギーが1枚、それだと思うので、そうですね、ここはウルネクは逃げづらいと思うんで、前ウルネクのままで良さそうですね。であれば、ここはグラジオからもう1枚のラフレシアを出しておきますか。雨使ってラフレシアに進化、まあ、これは相手逃げづらいと思うんで、ターンを終了しましょう。これどうやって勝つか、相手エネルギーをずっとつけれるから勝てるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、これ一応相手が握られなくなれば勝ちなんですよ。だから穴抜けの紐とかスイッチとかグズマを全部使い終わった状態で、盤面にエネルギーが7枚、あ、10枚かな、ついていれば勝てるはずなんで、ここはとりあえず後ろのカラマネロにカウンターキャッチで入れ替えますっていう動きをとりあえずしていきたいですね。ここは60点が入っていく。ここからのプレイングが結構大事なんで、カウンターキャッチャーで、まあ、逃げづらいのはギラティナでもいいのかな。エネルギーがついてるのにはあまり入れ替えたくないんで、まあ、そう考えると後ろのカラマネロが妥当なのかな。そうですね。で、まあ、エネルギー破壊する必要ないんで、第5の決断から満タンと第5の決断とマチスかな。マチスは結構怪しいんですけど、まあ、ありよりですかね。ターン終了。あとグズマを持ってできておきたいですね。グズマとルザミンデで一応相手の攻撃できないポケモンにずっと入れ替えることが可能なので、まあ、ここで1回技を食らってから満タンを打つっていう動きで良さそうですかね。このターンカウンターキャッチャーかグズマが欲しかったですね。エリカ次入れ替えるとしたら、そうですね、この後ろのカラマネロに入れ替えていきたいですね。60点はここは満タンでどうにかなると。グズマ引きましたね。ここ満タンで回復しておきますか。満タンで回復して、マチスから、グズマに入れ替えて、
で、ルザミーネじゃなくてこの状態で、ダイゴの決断を打っていくと。持っていくのが満タン満タン、グラジオかな。あまりもうここまで来ると必要なカードがないですね。グラジオでいいかな。持ってきてターン終了。相手超エネルギーが6枚ついてるんで、ほぼほぼ盤面にはついていると。まあ、あとは入れ替え手段ですね。グズマ、これ2匹出す必要なかったですね。1匹でよかったですね。ぶっちゃけ1匹だったらあれ相手グズマを使うこともできなかったんで、まあ、逆にここ1匹倒されてもいいですね。1匹倒された方が相手グズマを打てなくなるので、1匹倒されちゃいますか。それもありですね。じゃあルザミーネから、まあ、グズマとダイゴの決断を回収していく。で、まあ、ターン終了でいいのかな。あ、でスイッチが結構使ったんで、あ、さすがにもうないと思うんですよね。でグズマを使えなくしてあげれば結構勝ちが見えてくるので、まあ、ここは倒された方がいいのかな。うん、倒されちゃいますか。アセロで回収してもいいんですけど、回収したらもう二度と使えませんね。回収しちゃいますか。回収しちゃいましょう。回収して、まあ、次のターンにグズマで動けないカラマネロに入れ替えてっていう動きでいいのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。グズマに入れ、グズマで動けないカラマネロに入れ替えると。これでターン終了。あとは満タンとかで、おそらく相手入れ替える手段がもうないと思うんですよね。グズマがもうないんで、グズマがないって考えると、これはおそらく勝ちかなと。さすがにスイッチとアナノキの紐4枚、まあ、4枚は入ってるんですよね、おそらく。合計4枚ぐらいは入っててもおかしくないんで、まあ、カラマネロにエネルギーをつけてっていう動きが一番厄介なんですけど、相手動いてくるとしたらカラマネロにエネルギーをつけて逃げてくると思うんで、まあ、それはケアしていきたいですね。スケボーカラマネロに貼って、あ、スイッチ4、まだありましたね。なるほど。4枚目のスイッチがあると。まあ、これは、マチスを回収するべきでしたね。とりあえず満タンで、まあ、満タンとルザミーネで、ここはマチスとグズマじゃなくて、ルザミーネとグズマを回収してターン終了。スイッチがまだ入ってましたね。これはちょっと意外でしたね。ミステリートレジャーから、まあ、これさすがにもう一回入れ替えるとエネルギーも足りないと思うので、あとは満タンの薬の枚数っていうところもありますね。とりあえずここはグズマしかやることないんで、グズマこの状態でターン終了かな。さすがにもう入れ替えられないと思うので、ここでさらに入れ替え手段とかがあったらちょっと厳しいですね。あと、まあ入れ替えれるとしたらスケボープラスエネルギーですね。ありましたね。あ、スケボーだけと。スケボーだけか。エネルギーをつけて多分逃げてきそうなんですけど、このスケボーめちゃくちゃ割りたいですね。これウルネクに入れ替えておくっていうタクもあるのかな。ウルネクの方が逃げづらいんでエネルギー1個ついてるんですけど、まあ、とりあえずダイゴの決断かな。とりあえずダイゴでいいですね。ダイゴ見ますか。満タンとクラッシュと、特に持ってきたいカードないんで、プルメリかな、ルザミーネかな。満タンクラッシュクラッシュでいいのかな。これでターン終了。これはエネルギー1個つけると逃げられてしまいますね。カウンターキャッチャーがもう1枚欲しかったんですよ。これ普通にエネルギーつけて逃げられてしまうんで、スケボーを、あ、ウルネクには貼られちゃいましたね。これブロワーをめちゃくちゃ欲しいんで、ちょっと引きに行きますか。ブロワー持ってきましょう。あとブロワーなかったですね。カウンターキャッチャーを持ってくると。デッキの内容を把握してないっていうナメプをしてしまったんですけど、まあ、この状態でターン終了かな。相手エネルギー引かないと逃げることができないんで、ラナキナマウンテンを貼っているってことを考えると、まあ、これはウルネクに入れ替えた方が良さそうですね。ウルネクに、エネルギーを割って入れ替えてあげると結構きつくなると思うんで、相手エネルギーがないですね。入れ替えちゃう前に、まあ、とりあえずルザミーネですね。ルザミーネでグズマとルザミーネを回収しておくとターン終了。相手はあと入れ替えた枚数しか、入れ替えた回数しか攻撃できないんで、あ、エネルギー引きましたね。じゃあここは次のターンはグズマかな。ギラティナ、これはどういうあれですかね。逃げるんですかね、次ギラティナが。次ギラティナが逃げそうなのであれば、これはグズマでウルネクを出した方が強いんで、ウルネク出して、クラハンでエネルギー割りに行きましょう。これ逃げ根として使われるのが厄介なんで、エネルギーを割りたいと。おっと？おっと？割れないでいく。ことごとく裏が出ますね。あれで鋼、貴重な鋼エネルギーを使ってしまったんで、結構きついと。勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。
はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手が超悪炎タイプと、色だけ見るとまだ分かりませんね。ここはじゃあ先行もらっていきましょう。これはマリガンをしていく。見た感じガオガエンとかの可能性もありそうですかね。まあガオガエンとか普通にゲコドロだった場合なんて炎タイプっていうところもあるので、まあ、ガオガエンにデテルが入ってるのかな。それだったらアロラキューコンまで入ってそうなんで、フェアリータイプが入ってなかったところを見ると違いそうですね。これはフーパースタートですね。はい、対戦よろしくお願いします。ゲコゾロと、ここはフーパーかな。フーパーもう一匹出しておきますか。相手怒ってますね。フーパーを出していくと、ボケギアで一応ダイゴから打ちたいんで、ダイゴ持ってきますか。ルザミーネかな、まあ、グズマかな。グズマの方が強いんで、でマサキの解析打って、ここマサキとグラジオかな。こうやってターン終了していきましょう。ターンを終了と、まあ、これデッキによってはもうこの時点で積んでる可能性もあるんですよね。フーパーにダメージを入れられない可能性もあり得るので、ハチマキとエネルギーエンド、ここはマサキをずっと打って山札を掘っていって良さそうですかね。ネストとポケギアで、まあ、ラフレッシャーも立てる必要ないんで、これでエンドしていきましょう。ターン終了。どれだけエネルギーを作られていてもダメージを食らわないので、まあ関係ないので、ルザミーネ怒ってますね。これちょっと申し訳ないんですけど、おそらくなさそうですかね。であればこのままあと相手の山田が切れるのを待てば勝てそうなんですけど、エンドと、まあ、パッと見山札先に切れるのはこっちなんで、まあ、それでも一応こっちはルザミーネとシロナとかで山札を回復することは十二分に可能なので、とりあえずマサキから第5欲しいんですけど、まあここはじゃあグラジオとネストかな、エンドと、まあ、これルカメタを出すことはできませんね。ルカメタ出してしまった場合はゲコゾロ打点が青天井のカードなんで、ここはグラジオかな。第5、まあ、ここは第5ですね。でエンドと、まあ、これはダイゴとルザミーネを回してハンドを決めに行ってもいいですね。そっちの方が早いんで、おニャビー、これニャビーで攻撃するしてくる可能性はないですかね。炎エネルギーおそらく入ってないんで、ダイゴからラナキナ一応持ってきておきますか。でダイゴとルザミーネかな。これでターン終了。相手見た感じ GX しか入ってないんでこのままでも勝てそうなんですけど、せっかくだったらハンドを決めていきたい気もしますね。でエンドをしてくる。ここはダイゴの決断を打っていきましょう。一応アメの持ってきておきますか。アメとダイゴとルザミーネかな。ターン終了。まあ、あとはルザミーネループしていけば勝てそうなんで、山札切れる前に普通にハンド決めれそうですね。おっと、これアーゴヨンが入ってんのか。ちょっと意外でしたね。まあ、アーゴヨンまで入ってるとまだ全然分かりませんね。まあ、それ入ってますよね、冷静に。超タイプなんで。今の今まで気づかなかったんですけども、これ早めにハンド決めに行きますか。ハンド持ってきておきますか、もう。ハンドと、どうしようかな。まさきまさきかな。エンド。これはちょっとアーゴヨン強いですね。普通にフーパー、でもフーパーに対しては、ワンパンで倒すことができないですし、まあ、一応2パンでは倒せちゃうんですよね。抵抗力あるんですけど、60の2回攻撃で倒されてしまうんで、まあ、そこだけが問題ですね。キリンジキとか入ってたらトラッシュにあるエネルギーを落としに行ってよかったんですけど、これはアーゴヨンが入っていると。まあであれば、おっとダブル無色まで入ってんのか。結構エロいカード入ってますね。スイッチ。なるほどなるほど。これはグズマ。おっとマルチ付け替えまで入っている。これは強気ですね相手。ガンガン行くぞという動きなんですけど。これはエネルギーというか、まあでもどうした方がいいのかな。わかんないですねこれは。グズマかな、でも。ぶっちゃけ一匹倒されちゃってもいいんで、ラナキナ張って、まあ、こうグズマで何入れ替えるかなんですよね。こいつに入れ替えちゃっていいのかな。入れ替えますか、グズマと。この状態でターン終了。まあ、これあと間に合うかどうかですね。アンノンハンドが間に合わない可能性もあるんで、ちょっとアーゴヨン厄介ですね。まあ、最悪フーパー5匹倒されてもいいんで、5匹は出せないんですけど、まあ、ここにエネルギー作られる分には問題はないですね。普通にここはアーゴヨンで攻撃されるのが一番まずいんで。でもこれラナキナマウンテンがあるんで、2エネじゃまだ逃げれないと。ここはプルメリでも良さそうですね。プルメリでダブル無色破壊しに行きたくはあるんですけど、それもありかな。いやでもそれよりも一応ルザミーネ打ちたい気持ちがありますね。まあ、
マサキでもいいのかな。マサキでクラッシュとかをしっかり持ってきてって動きでもいいんですけど、ルザミネかな。でもおとなしくルザミネ打ちましょう。グズマとルザミネじゃなくてグズマとダイゴかな、回収。まあこれはエンドかな。まあ一回逃げられちゃっても問題はないんで、フーパがね HP130 とかだったらまだ一つでちょっと変わってくるんですけど、まあここはダイゴ行っちゃいましょう。さっさと安納ハンド決めたいですね。ここはもうクラッシュ3枚強気の回収してエンドと。ハンドが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 枚あるんで、これ間に合うのかな。いや間に合いはしないですね。間に合いはしないんですけど、とりあえず逃げれない可能性が高いんで、まあこれはグズまで入れ替えかな。それが安牌そうですね。とりあえずグズまで入れ替えちゃいましょう。ドンと、これでエンドですね。あとはこれ安納ハンド待ちかな。普通に相手の入れ替え手段がなくなって安納ハンドっていう動きが今一番理想なんですけど、ジャッジとかマーシャとあってもかなり厄介ですね。相手はスイッチ、このターンに動くとしたらスイッチが必要なんですけど、ないとしたら普通に2ゲネつけていくしかないんで、まあ、グズマとかあっても厄介なんですけど、まあ、グズマ引かれちゃったら残念ですね。まあ、それまでのうちにどんだけハンドを増やせるかなので、まあ、ここルザミーネかな。ルザミーネじゃなくてもいい気もするんですけど、スイッチがあったら残念と。ここはルザミーネかな。グズマとルザミーネ回収してターン終了。これハンドの枚数稼ぐのめちゃくちゃめんどくさいんで、今が29枚とギリギリ間に合いそうですかね。一旦に1枚ずつしか増やせないんで、もしフーパーが倒れてしまった場合はネストボールとかも打っていかないといけないんで、実質ハンド増えないんですよね。これはエネルギー付け替えからおそらくアーゴンで攻撃してきそうですかね。どうなんでしょう。なければルザミーネからルザミーネダイゴって回収していきたいんですけど、なかったですね。じゃあルザミーネから、ルザミーネダイゴを回収してターン終了。これで確か今31枚ぐらいありますかね。31枚あるんで、次のターンに33枚、次のターンに35枚、次のターンに37枚になるんで、アンノーンプラスハンドルもいけるんですけど、これは逃げられちゃいますね。まあ、ここはグズマを打たざるを得ないですね。グズマ打って満タンまで出しておきますかね。これゾロアで小づかれてもワンチャンやばそうなんですけど、倒れていく。これ確かレスキュー単価が、サイドにあったんで、ここは満タンプラスグズマかな。おそらく満タンと、この満タンとグズマでハンド1枚減ってしまうんですよね。ちょっと残念なんですけど、グズマ一応このフーパーをワンパンで倒されることはないと思うので、ワンパンで倒されてしまったら残念としか言いようがないですね。まあ、ここカウンターキャッチャールザミーネでもよかったのかな。そんな気もしますね。まあ、エネルギーを前につけてくるっていうことはおそらくグズマはないのかなと思うんで、まあ、スイッチあってもちょっと厄介なんですけど、ちょ山札の中を覚えてないのが残念ですね。確かフーパーもう1枚あったと思うんで、まあ、次のターンはルザミーネでグズマ持ってきておきたいんですけど、スイッチがある。ネストで一応フーパー出しますか。なかったら災難なんですけど、山札1枚切っちゃうんで、確かあった気がするんですよね。あ、でもフーパーは2枚目出さない方がよくて、グズマ、自分がポケモンフーパーしかないとグズマを打つことができないんで、カウンターキャッチャーかな。ここはカウンターキャッチャー満タンから、カウンターキャッチャー満タンからディーゴかな。ディーゴ打ってフーパー一応ありましたね。もう1枚持ってきて、あとはブルメあレスキュー単価までありましたね。じゃあこの状態でエンディングかな。あとはハンドル枚数がちょっと分かんないんですけど、相手グズマ使えないんでエネルギーつけてくるしかないと思うんですよね。スイッチが多分もうないと思うんで、2枚しか使ってないのか。ここプルメリでもありですね。32枚なんで、ここはとりあえずルザミーネかな。ルザミーネからルザミーネとグズマ回収。ここクラッシュでエネルギー破壊しておきたい気持ちもありますね。ああ、いいですね。1枚破壊しておきましょう。これでまあ一応ハンド1枚増えてるんで、ドロー分で1枚増えてるんで、33枚。まあ、次のターンはエネルギーつけられちゃいましたね。まあ、アーゴンにつけられること自体はあまり関係ないんで、まあエネルギー付け替えとかがあったら話は別になってくるんですけど、エンド。これやることなくていいのかな。ここはとりあえずルザミーネ打って、ルザミーネとダイゴ回収。これで34枚になったんで、
次のターンにドローして35枚で大悟打って、次のターンにアンノンハンドグズマとかで勝ちですかね。これはカウンターキャッチャーでいいんで、カウンターキャッチャー満タン大悟、一応ハンド1枚増えてますよね。カウンターキャッチャー満タン大悟かな、これはおそらく。そうしますか、カウンターキャッチャー満タン、これでハンド3枚切って大悟まで切るとハンド3枚切ることになるんですけど、ハンド3枚回収できるんで、これでおそらく35かな、ちょっとか36かな、ターン終了36枚、あれ36枚なんで、これはまだ勝ちではないのかな。レスキュー単価で山回復しといてルザミーネでいいのかな。これで次のターンにアンノンハンドグズマすればおそらく勝ちだと思うんで、ちょっと枚数を数え間違った可能性もあるんですけど、これ本当はね、山札以外のカード数えた方が早いんですよね。アナキナが1枚で、サイドが6枚、フーパーがで8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22なんで、22、これ多分ちょっと数え間違ってましたね。アンノンハンド出して、グズマでハンド出しまして、これでハンドを使っては勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。